右切っての飛び込んでいく、決まった、2点目。32分に勝ち越しゴールを挙げました愛媛FC。今日は打ち合いの様相を呈しています。フリーキックにやつですよね。そうですよね。いや、小林監督今日中やいかに。さあ今のシーンです。もう直接入ったような形になりましたよね。触ってないですね誰もね。青野のフリーキック2発、あ、そうです、誰にも触らずにそのままゴールに吸い込まれていきました。非常にね、左足の精度高いですからね、はい。